聖書教会は主に日本語訳聖聖書書などを出版するる会である日本キリスト教協議会に加盟している。プロテスタント系であるが、ローマカトリックとも共同作業を行うほか、聖教会にも聖書を反布している。聖書協会世界連盟加盟。スコットランド聖書協会、英国聖書協会及び、 米国聖書協会がそれぞれ明治期に創設した日本支者が日本聖書協会の前身である。これらの聖書協会の共同事業として出版された聖書翻訳は文語訳聖書と呼ばれ日本聖書協会がその版権を引き継いだ。交語訳聖書は日本聖書協会が初めて自力で行った聖書翻訳事業でありプロテスタント教会の典礼に使用されてきたが、 主に福音派書協会から激しい批判が行われ、交語役聖書に対抗する聖書として、新海訳聖書が発刊された。その後1978年に新訳のみが出版された共同訳聖書は、動的投下法や言語に忠実な表記法が非常に不評であったために法人を変更されることになり、そのままの方針での旧訳聖書は刊行されなかったが、 1987年に刊行された新共同訳聖書は、エキュメニズムの流れに沿って実現した共同の翻訳委員会が共同訳の失敗に学んで動的投下法を破棄し、最新の研究成果を取り入れつつ、ミサ・礼拝に用いるべく文体の拡張に留意して、訳出したもので、現代日本で最もよく利用されている聖書となっている。 2018年12月3日に、歌唱、標準訳改め、聖書教会共同訳の翻訳版が完成した。ただし、新教同訳の出版は続行される。本田哲郎は、キリスト新聞社のアンケートに、翻訳事業の実情をしはかれば、何も期待できない。キリスト論、教会論をはじめ、進学傾向の違う翻訳者一人一人の訳文を、寄せ集め、 表記形態だけを統一編集するので矛盾を再生産することになりそうと答えている。田川健三はこれを多額の寄付金によって支えられ、販路もキリスト教の数々の宗派の教会とキリスト教、主義学校での大量の売り上げによって支えられている聖書であるとしている。メシケンはかなりの思い入れを持って提案した役分が覆されたことを認めている。 日本聖書協会内のクリスチャンプレスデジタルメディア部が運営するキリスト教ニュースメディア。聖書本文や音声聖書に加えて国内外のニュースも配信している。アメリカのキリスト教オンラインメディアクリスチャニティトデイと契約して世界のキリスト教会の動向も報じている。またキリスト新聞とも提携している。NCC とは日本キリスト教協議会。 2020年3月9日閲覧。20こと語で、初の翻訳聖書、デジタル化も進む、聖書協会世界連盟が、年次報告。www.christianoday.co.jp。2019年1月11日閲覧。文語訳聖書。bibleehouse.jp。I B L e H o U S e. 2019年1月11日閲覧。新共同訳、無料聖書、アプリ、U バージョンで利用可能に。www.christianoday.co.jp。2019年1月11日閲覧。標準訳はどんな翻訳に名古屋で日本聖書協会が、懇談会。 www.christianoday.co.jp2019 年1月11日へ閲覧聖書協会共同約発売 www.bible.or.jp2019 年1月11日へ閲覧標準訳への期待録2010年10月16日 www.kirishin.com2019 年1月11日閲覧新約聖書本文の訳 w w w t a g a w k e n z o s e r v e r s h a r e d c o m 2 0 1 9年1月11日閲覧メッシケン史聖書協会共同訳について語る www.kirishin.com2019 年1月11日閲覧。キリスト新聞社が日本聖書協会と業務提携。www.kirishin.com2020 年9月18日閲覧。ありがとうございます。